長、横川秀也さん。はい、失礼をいたします。総風会の横川秀也であります。この新型コロナウイルス感染症の問題が発生しましてからもうあっという間に半年という時間が過ぎましたが、この間このコロナ禍にありまして市長をはじめ職員の皆様方全員体制でこの困難にご対応いただいておりますこと、また地域の医療従事者の皆様方、学校、幼稚園、保育所といったところを支えていただいている皆様方に、まずもって心より御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。一定の収束をしてきたかのように見えますが、これからまた寒くなってまいりますと、温度も低くなって湿度も低下してきます。従来のインフルエンザとの同時にこう流行するという懸念もございますので、今後も気を引き締めてご対応いただければと思います。さて今回の私の一般質問ですが、今回もですね、宮津市の海海岸における環境や安全に対する考え方方向性についてお尋ねをしていきたいと思います。これにつきましては今実際に宮津市民の方々が困っておられる切実な問題であります。どうか理事者の皆様方におかれましては誠意あるご答弁をお願いし、また市長におかれましては今後宮津をこうしていくんやぞ、こうあるべきだという方向性をですね、明確にお示しいただきたいと思っております。その点をどうか先にですね、重々お願いをしておきます。まずはじめに宮津市の誇りとして海があります。先人から脈々と受け継いで守ってきた天の橋立にしても、この豊かな海があればこそで、まさに海に育まれた町であることは疑う余地がございません。今年の夏もですね、他の自治体が海開きを断念する中、宮津市においては文殊地区、府中地区、由良地区と市内すべての海水浴場を開設し、京阪神からのお客様をたくさんお迎えすることができました。先の3月定例会でもこの海水浴場の環境政策についてお尋ねをいたしましたが、今回はその範囲を拡大いたしまして、まさに喫緊の課題であります。海水浴場として指定されていない海岸砂浜の管理についてもお尋ねをしていきたいと思います。ちなみにですね、海水浴場として開設されました海岸の、使用状況の確認、ゴミの散乱がなかったか、等も含め適正に使用をされていたか、また今シーズンは新型コロナウイルス感染予防という新たな課題もあったわけで、市が打ち出したガイドラインが守られているのかの確認も必要であったかと思われます。指定海水浴場に誰がどの程度の頻度で出向いて確認をされたのでしょうか。またですね、タイ、オッパマ、クンダ地区の上司の浜、端の浜など海水浴場として指定されていない海岸にはどの程度見に行かれ、状況をどの程度把握されておられるのか教えてください。長浜産業経済部長。はい、横川議員から指定海水浴場も含めて今年の状況についてご質問いただきました。いろんなメディア等でも出していただいております。今年について海水浴場をするかしないかという判断を迫られましたが、まず市民の健康安全安心を確保しながら一定経済を回していかなくてはいけないということから、いろんなご意見ございましたが、宮津市は海水浴場を開設いたしました。結果として昨年度より 36% 多い海水浴場
の入り込みがございました。その中で今現在その場でコロナウイルスが発生しているということも聞いておりませんし、またそれ海水浴場以外の場所でいろんな海難事故が起きたということから一定取り組みとしては良かったのかなと今時点では思っております。といった中で、状況については今申し上げた通りです。で、今年についてはこれは皆さん、ご理解いただいて予算もお認めいただき、関心の増加をさせて、予算としてお認めいただきました。この中でそれぞれの3密回避も含めて監視体制も含めて対応させていただいたということで、当然その海水浴場として指定された場所についてはゴミの回収とか監視については十分なされておるというふうに考えております。はい。それと、職員がそれを見に行ったかということでございます。当然私ども、担当職員も含め、観光に入り組むということは常に、注視するところでございますので、適宜見回って、海水浴場としての入り込み状況については把握をしてまいりました。それと、議員それ以外の場所、例えばタイでありますかオッパマ訓田地区の、海水浴場についても、基本的には、定期的には実施をしてはおりませんが、コロナ禍における観光客の動向把握のため、宮津湾域の椎崎からタイ、島影、上司についても巡回を行い、各、砂浜での遊泳者や水上バイク等も含めた航行等について、一定状況把握をしているところでございます。また、今年度は特に、宮津警察署及び海上保安署におかれましても、水上バイクなど、航行ルールの遵守等に向けて、地域の各海面等での積極的な監視、注意喚起にも努めていただいているところでございます。以上でございます。横川秀也さん。はい、ありがとうございます。ちょっとまあこのあたりの状況確認、把握されているということなんですけども、まあ、実際ですね、要はですね、この海が観光資源である我が宮津が、どこまでこういったことに高い意識を持って取り組んでいるかということだろうと思います。特に今年は新型コロナウイルス感染症の問題もあり、まあ多くの自治体が先ほど申し上げたように海水浴場自体の開設を控えたわけですけども、その中で宮津市はこうやって海水浴場を開設するにあたって、どうなったでしょうか。先ほどもおっしゃったように、海水浴場、指定の海水浴場では 36% 人が増えております。私も孫と娘を連れて海水浴に行きましたけども、本当にテント張るところ考えんなんくらいものすごい人でした。で、これはですね、まあ、もちろんあの他の自治体さんを見ると駐車場の制限であるとか、まあ、もちろんその海で、一人一人お越しいただいた方の体温検査いうのも大変でしょうし、問題点は課題はいろいろあろうかと思うんですけども、先ほど、産業経済部長の方がおっしゃられたその密云々という部分についてはなかなか守られてないといいますか、守られにくい現状であったかなというふうに把握をしております。で、これはですね、指定海水浴場であるこの文殊、府中、由良地区というのもそうなんですけども、それよりももうあの大きな問題となっているのはこの海水浴場として指定されてない海岸についても人がすごく多かったというこの事実です。で、まあ、もちろんあの京阪神のですね、須磨海岸であるとか錦の浜とか向こう全部閉鎖しておりますので、どうしてもこの北部に集中したのかなという気もしますけども、やはりあの福井県もかなり閉鎖されてますので、実際こうやってあの海水浴場としてされてない地域についても、人が、相当数いらっしゃってます。で、特にこの海水浴場として指定されてない海岸を利用する人たちのマナーが悪すぎるという声をたくさんお聞きしております。まあ、それでですね、私もあのたびたび下部にまたがってですね、あちこちの階段をこう見て回ったんですけども、その中で、早急にこれは手を打たないといけない問題点、課題がいろいろ見えてまいりましたので、その点について、一個一個お尋ねをしていきたいと思います。
まずですね、この海水浴場として指定されてない海岸で、田市町や他の府県から来た人たちがテントを張って、バーベキューをして大騒ぎをしていることを把握しておられるでしょうか。まあ、ゴミはもう本当に放置して帰る、火事になりかねない炭もそのまま、まあ、砂浜に埋めるような人まであるみたいで、砂浜自体が汚染されているような状況です。ひどいところはですね、バーベキューの、そのコンロとかガス缶とかトング、網、敷物、もう一式全部置いて帰ったというような例もあるようで、まあ、本当にこの点についてはですね、地元に住んでおられる宮津市民の方、もう本当に頭を抱えておられるような状況なんです。このような迷惑行為を市がですね、どの程度把握をしておるのか、またそれに対してどういった対策を講じているのか、この指定海水浴場として指定したところの対応がどうなっているのか、また海水浴場として指定されてない海岸についてその対応はどのようになっているでしょうか。長浜産業経済部長。はい、指定の海水浴場も含めて、地域の海浜での状況についてご質問いただきました。先ほどお答えもいたしましたが、指定の海水浴場につきましては、今年7月23日から8月16日まで、開設をし、まあ、その期間については、関心を中心に、遊泳者の安全を守るためと含めて、海水浴場の浴場内の、ゴミ回収も実施をしております。またただ、それ以外も含めての、地域全体での海面及び砂浜については、基本的には、これは、自由使用、それぞれの方が自由使用の原則に基づいて、利用規制というのは行ってはございません。一定、まあ、住民の方から、今言われたような騒音でありますとか、ゴミの問題は、ございますが、基本的には、自由使用ということでございます。といった中で、一部の海岸では使用した道具類やゴミを放棄投棄される方が、まあ、散見をされております。この対策として、関係自治体からの要望に応じまして、啓発看板、例えば、ここは海水浴場でないので基本的に海水浴場で、海水浴を楽しんでいただきたいという旨のことも含めて、啓発看板を設置しているところでございます。また放置されたゴミにつきましては、一般廃棄物に区分をされまして、地元自治会の協力のもと海岸漂着ごみとして、回収処分を適宜実施をしてきたところでございます。以上でございます。横川秀也さん。はい、ありがとうございます。この自由使用の原則というのがちょっといまいち不思議な話でですね、まあ、ぶっちゃけ申しまして、この海岸砂浜の環境保全と周辺の環境保全というのが現状では市として全く責任を果たしてないと言えるのではないでしょうか。実際ですね、この指定海水浴場以外の海岸には、砂浜を含めましてゴミが散乱しております。これはまあ人の心理なんでしょうけども、全く何一つゴミの落ちていないところにゴミは捨てないです。捨てにくいです。ゴミはゴミを呼ぶんですよ。ゴミがあったら、もう自分が捨ててもまあそんな分からんかなというような、大差ないかなというようなふうな人間のそういうところが出てくるんですが、ゴミが積み上がりだすと、そこへボン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 捨てていくというような状況で、この日本三景天の橋立を有する町としてですね、この指定海水浴場であろうがなかろうが、この海岸の管理というのをもっと積極的に、また強力に行うべきだと私は思います。財源がですね、まあ、どうこうというのであれば、観光で成り立っている以上、観光客にその負担をお願いしても道理としても全くおかしくないと思いますし、今年度につきましては税の在り方検討会等でですね、新税の導入等もご検討いただいていると思いますが、どうかこの環境保全のための財源の確保と、その体制を早急にご検討くださいますよう強く要望したいと思います。
また続きましてですね、この周辺、この海岸とかの周辺の施設の、管理状況なんですけども、先ほども、星野議員の方から、こちらは、まあ、あの公共施設マネジメントの方面からの切り口でのお話でしたけども、一つはですね、具体の例といたしまして、訓台機の管理についてなんです。これ訓台機 の、 あの駐車場がですね、無料で止めれるというふうにネットでどうも拡散というか情報を得ているようでして、他府県ナンバーの車が土日となると早朝より押し寄せております。で、地域の住民の方にもうちょうどあの訓田の駅前の方にお聞きするとですね、あの駐車場に入りきらずに駐車レーンでないところにもうガンガン止めていくと。でそれでも溢れて周辺の道路にまで、あの駅のロータリーのところらへんにも止めてしまうというような状況で、そこで車を止めて、まあ、多分テントだ浮き輪だなんだこういろいろ持って、このコロナ禍にあってもですね、誰もマスクをせず、大人数で駅からその城主の原まで歩いて行かれると。でこの中にはですね、ペット連れの方もあるみたいで、あの結構大きな大型犬のが玄関先に落ちてたりとかですね、もうそんなこともたびたびあったようです。でまた浜でそうやって遊んでおられて、人間が用を足すとなればですね、当然まあ訓台機のトイレを利用されるということで、この浜と訓台機を何回も人が行き来すると。でちなみにこの訓台機のトイレについてはですね、その確認等をどの程度の頻度で行っておられるんかなと、利用者の話ではですね、もう土日なんかは特にあのおむつが散乱していて、とても入れるような状況ではないと。またあのとんでもない話なんですけども、トイレの水道にホースをつないで、シャワーを浴びてる人までいたらしいです。で、まあ、そもそもこの駅ですね、駐車場もそうですし、この単鉄を利用する人々のためにあるわけですし、トイレについてもしっかりです。これはですね、地元の住民の方が困っているならばですね、やはりそれは市の責任において対応するべきではないのでしょうか。特にこの訓台機については、あの宮津市の持ち物であるというふうに私は認識しておりますけれども、この駅の管理についてはどのようにお考えでしょうか。浅野企画財政部長。はい、訓台機の担当は企画財政部でございますので、私の方から答弁をさせていただきます。訓台機の管理につきましてはですね、訓台地区自治連合会に管理運営業務を委託しておりまして、同日、祝日を除く朝の1時間半と、まあ、午後の2時間半、まあ、乗車券の販売で、あったりですね、トイレや床の清掃などそういう業務を、お願いをしているといったところでございます。で今年の夏はですね、このコロナ禍の状況の中でですね、まあ、非常に多くの方が駅駐車場を駐車されですね、駅のトイレも使用されている状況を確認しております。まあ、この中ですね、あの鉄道利用以外の方で、あの海水浴を目的とした方が多く含まれているものというふうに認識しております。まあ、昨年で言いますと1日数台ぐらいしか止まっておりませんが、まあ、今年は議員お触れの通り、週末は満車状態というような状況でございます。まあ、その中でですね、この駅の施設につきましてはですね、誰もが利用できることが原則でございまして、こう利用を制限するということはなかなか容易にはできませんが、鉄道利用という目的に沿った利用にですね、著しくこの支障が出ることやですね、トイレが過度に不衛生になる状況はですね、看過できないというものというふうに考えて、ございます。
まあ、こういった現状からですね、8月上旬に地域の方々からも現状報告とですね、改善策を講じるようにということでご指摘をいただいたところでございましてですね、8月の中旬にはですね、鉄道利用以外の方のですね、駐車場利用自粛の看板の設置やですね、トイレの適切な使用をお願いする文書を掲示させていただくとか、あとは、宮津警察署の組んだ駐在所への巡回回数の増加ということをお願いを、してきたところでございます。まあ、またその看板を、貼っている最中にですね、直接また車を止めに来られたようなを注意をさせていただくなり、そういうようなことはさせていただきましてですね、看板設置は一定の効果があったというふうに地元の方からもお聞きしておりましてですね、まあ、少し早い段階から設置をしてくださいよというようなこともお聞きしているというような状況でございます。でただ今年の夏はですね、このコロナ禍で海水浴客の人の流れというのが変わったからという特殊要因というのが、あってのことというふうに資料を、いたしておりますがですね、こうした状況は利用者のマナーに関するものでありまして、その対策と、しましてはですね、この引き続き適切な利用を呼びかけていくということというふうに考えております。で今後におきましてもですね、この駅の利用状況というのを、まあ、随時確認をしながらですね、鉄道利用者がこう快適に利用いただけるようなこの駅の環境整備、これに努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。横川秀也さん。はい、ありがとうございます。そうですね、この組んだ駅の問題ですが、まあ、先ほどありましたように地元要望等もありまして、8月に看板の設置等をしていただいているということで、それはね、駐車場に何も書いてなくて縄も張ってなかったら誰でも車止めますよ。特に都会から来た人はもうそれはまあここぞとばかり止められると思います。でやはりこれはこの駐車場は丹後鉄道を利用される方のためにありますよというのはやっぱり明確にしないといけませんし、これは市としてもですね、よそからお見えになられる方に対して広報できるとすれば、やはりホームページ等を利用して、やはり行ってそういう意思表示をしていくというのも非常に大切なことではあろうと思いますし、またですね、まあ、天の橋立駅のように例えば利用は何分以内にしてくださいというような形でも、いいので、まあ、ルールを決めて広報していくことが大事ではないかと思っております。またこのトイレにつきましてもですね、駅のトイレでございますから閉鎖というわけにいきません。まあ、利用される方にご不便があってはいけませんので、まあ、閉鎖はできないにしても、例えばこの、まあ、おむつを捨てていくというのは確かにその親の資質といいますかマナーの問題なんですけども、まあ、実際それで、そういう方々地元の方が捨てておられるとは思いませんので、まあ、多分よそから来た人がほんまはこうコンビニの袋にくくって自分の車に積んで帰んなったらええんですけども、それをしてないということで、やはりこのおむつの部分については何らかの手を打つ必要があろうかと思います。で、まあ、このゴミ箱の設置についてはね、よくどこも置いたらまたゴミが増えるやないかという懸念もございますので、これは賛否両論ありますけども、やはり要は季節的に利用者が多いと思われる時期はですね、見回りの頻度を上げる、回収頻度を上げる等ですね、やはり地元自治会に対する支援強化というのを一つお願いしておきたいと思います。次に参ります。はっきり言ってこの、海岸のゴミの問題も、周辺施設の問題もですね、根底はまあ一緒でですね、現状はやはりこの地元住民の力に頼っているという部分が大きいと思います。今挙げました組んだ地区に限らずですね、家の前や利用する駅が汚れていたら気持ち悪い、だからしょうがなく、まあ、地元住民の方であるとか、そこにお住まいの方々が自主的に清掃活動等をしていただいている。またこの砂浜の管理、清掃にしてもですね、散歩をしたり、子どもがこう、まあ、裸足で遊んだりとかですね、
する中でもう本当にゴミが散乱していると、もう中にはもうガラス瓶が割れたかけらとかもあったりとかですね、本当にこう自分たちの誇りであるこの宮津のこの豊かな海が砂浜がゴミだらけだったらもう本当に心が痛むと思います。特にあの上司の浜も含めてですね、タイの浜もそうなんですけども、あの釣り客が多い、やはりですね針とか糸といった危険なものが相当落ちていると思います。こういったまああのタイ浜、オッパ浜、端の浜でも相当数のゴミが散乱しているような状況で、地元の住民の方は本当に困っておられます。こういった地元住民に対する支援の強化、またこの部分において本来は、まあ、市が抜本的な解決策と申しますか、今までのこの対策等で不備な点、足らない点等も含めまして、もっと積極的に解決策を考えていかなければならないように思いますけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。宮崎市民部長。ボランティア、それぞれのご支援ということで、あの所管の私の方からお答えをさせていただきます。あの宮崎市の海岸、非常に長大であります、100キロ近くあるという中で、その海岸、それぞれにですね、あの港湾海岸、あるいは漁港海岸、一般海岸と、それぞれに区分があります。そして、それぞれ京都府、宮津市が管理者としてその管理を行っておるというところでございます。で、ゴミ対策につきましても、基本的には管理者がその責任を負うべきものでございます。この海岸の管理者でございますが、あの海岸保全施設の整備や漂着物のなど、多量のゴミの除去、これを行っております。しかし、あのきめ細かな清掃など、行き届かない部分があるということでございます。こういう現実があります。こうした行き届かない部分につきまして、あのこれはあの公園でありますとか、道路でありますとか、それもそうでありますけれども、市内全域で自治会を中心にですね、あの市民の皆様においてボランティア清掃を広く行っていただいているところであります。多くの皆様があのこのボランティア活動に積極的にご参加いただいております。改めましてあの感謝を申し上げたいというふうに思います。こうしたあの自治会のボランティア活動、ボランティア清掃へのご支援としまして、市としましてはですね、ゴミ袋の、まあ、無償提供、それからルート回収によりますゴミの回収、こういったことを行っておるところでございますけれども、特にあの海岸区域につきましては、あとのこの夏季、海浜のレジャー客が増加する夏におきましては、このボランティア清掃作業の負担を減らす、まあ、少しでも減らそうということで、ゴミ収集車をですね、この海浜近くまで持って行かせてもらいまして、あの回収をさせていただくと、まあ、このようなご対応をさせていただいているということでございます。横川秀也さん。はい、ありがとうございます。3月定例会でですね、一般質問した際も、環境に対して地元住民の意識は高いというふうに市長はおっしゃいました。そこに住む、地元住民の意識は高いと思いますけれども、よそから来た観光客の意識は低いと言わざるを得ません。なぜよそから来た観光客のために地元住民が苦しまなければならないのか。前にも言ったように性善説に基づいた理念条例など何の役にも立たない、こういった、マナーの悪い、迷惑行為、ポイ捨て、等につきまして、しっかりとした罰則規定を設け、そしてきちんと警告して市の考え方をはっきりさせること、これについてはもちろん、所管によって府の協力等も必要であろうかと思いますが、これが抑止力なるというふうに私は思いますけれども、この点におきましては市のお考えはどのようなことをお考えでしょうか。宮崎市民部長。観光客、レジャー客のマナーに関するお尋ねであります。あのただいま議員からは、罰則、これの強制力によりまして一部のマナー違反者を強く指導すべしと、こういうお考えを聞かせていただきました。
レジャー客によるポイ捨てなどはこれは基本的にマナーの問題でございます。そしてその対策は罰則ありきではなしに、まずは自主的に律していただくということを優先すべきだと考えております。加えてレジャー客あるいはこの利用される、これ市民も利用されますので、利用される市民の立場に立ったときには取り締まれるようなことが気持ちの良いものなのかということも考慮する必要があるかなというふうに思っております。従いまして、直ちに罰則条例の制定といったことは考えておりません。今年の夏はコロナ禍で海水浴の人の流れが大きく変わったという特殊要因もあったかと思っておりますけれども、今回の状況を踏まえまして啓発を今後強化するとともに、宮津警察署や海上保安署など関係機関との連携をさらに図っていきたいと、このように考えております。以上でございます。横川秀也さん。はい、この条例云々という話になるとですね、先日も新聞記事でありましたけども、ジェットスキーの迷惑行為ですね、天橋立界隈は、自主ルールというものを制定されました。この海面利用に関する、ルールなんですけども、いわゆる法的な規制を伴うものではなく、現段階ではお願い的なものであろうかと思います。この海上保安署に通報すれば注意には来ていただけるようですけども、その場で逮捕、船舶免許を取り上げるというふうにはならないようでございますが、続きましてはこのジェットスキーにおける海面利用の問題について提起をしていきたいと思います。この新聞記事にですね、海を利用する自由みたいなことが書いてありましたけれども、本来、権利や自由は義務を果たしてこそ生まれるものであって、義務を果たさない程度の低い人間に何も忖度する必要はないわけです。また、指定海水浴場である天橋立界隈はこういったルールができましたが、それこそ海水浴場としてですね、指定されてない海岸、海についてはまさに野放し状態と言えます。例えばタイの浜は子どもたちが泳いでいる 2,3 メートル横をジェットスキーが猛スピードで走っております。砂浜にですね、こう海から加速して乗り上げるような感じで、そんな始末でございます。また端の海岸においてもジェットスキーにの迷惑行為によって困っておられる住民の方がたくさんいらっしゃいます。本当にもう家のすぐ裏が海なんで、そこをものすごい爆音を立てて走り回ると、子供が遊んでいようが泳いでいようが全く関係なし、また土日のたびにそういった無法者がですね、多数押し寄せ、家のすぐ裏の砂浜に接岸されて、爆音を立てて走り回ると。この手の類の人間は暴走族と一緒で、迷惑にならないように外海に出てですね、やってくれればいいんですが、人に見てほしいんですかね、本当に海岸すれすれを走りたがるような状態です。またこの端の海に限らずですね、この宮津の割とこう沿岸に近いところは、宮津天教高校のボート部やヨット部の練習の場所でもございます。ジェットスキーが走り回るもんですから、何度も何度も練習をストップしないといけない。私は宮古ボート部の出身なので、ボートは後ろ向きに進んでいきますので前は見えないわけですよね。あ、森口部長が大先輩で宮古高校ボート部なんですけども、いや本当にですね、海上で動いている者同士が、こう発見をしたとしてもですね、急にもちろん止まれないですし、接近をしたとしても回避できないという状況に陥ります。これもしですね、高校生の船とジェットスキーが衝突したら、市としてはですね、関係ないというふうに
できるですかね、これは。もうこのままではもう必ず近いうちに事故は起こると思います。どうですか教育長、府立高校は所管ではないにしてもですね、この宮津与座の未来ある宝である子どもたちが危険にさらされていて、大人はこれ黙って見てるんですかね。市は海水浴場としてこういう開設してない海岸の安全というのは関係ないんでしょうか。天の橋立界隈同様に着岸禁止区域の設定などはもちろん、スピードの規制、岸から、例えば300メートル以外は運航禁止にする等の運航距離の規制、また騒音の禁止、波を立てないなどですね、橋立同等の規制を早急にしないと手遅れになると思います。宮津市だけでできない問題であるなら、京都府にそのような働きかけをもっと積極的にしていく必要があるのではないでしょうか。府と連携してしっかりとした罰則規定のある条例、罰則というと、誰が取り締まるのかとか、そういう話が出てきますけども、もちろん、四六時中監視をするということは不可能なわけですが、しかしながらこうこうこういう理由で宮津市にはこういう決まりがありますと、これに違反した場合はこういう罰則がありますということをきちんと示すこと、そして警察や海上保安署が堂々と取り締まれること、これが重要だと思っております。今の状態ですと何も規制するものがないわけですから、何をどうやっても立ち向かうことができない。市として毅然とした姿勢を見せるためにも、こういった海面利用における、橋立界隈以外の、海岸における条例等の制定につきまして、市としてはどのようにお考えでしょうか。長浜産業経済部長。はい、ジェットスキーとかに関する、いわゆる海面の安全確保についてのご質問でございます。まず京都府におきましては、海域等における遊泳者およびプレジャーボート等の事故防止のために、平成26年5月に京都府遊泳者およびプレジャーボートの事故の防止等に関する条例を施行されております。この条例においても、遊泳者等への接近や危険を生じさせる操縦は禁止をされております。この規定に違反した者については20万円以下の罰金が処せられるということでございます。もしそのような状況であれば、宮津警察署でありますとか海上保安署に、取り締まりをお願いしておるというのが、状況でございます。といった中で、現在、橋立て区域での、自主ルール等での取り組みのことも触れられました。特に、観光客が多い天の橋立て周辺区域、地域においては、観光客や観光事業者から、水上バイクに対する苦情の声が相次いだことから、本年6月に京都府や地元の観光団体、自治会、漁協関係団体とともに、天の橋立て海面利用対策協議会を設立し、7月11日から、天の橋立てエリアの海面利用について、着岸や停留しないエリアの設定や、波を立てない航行、大きな音楽による騒音などの迷惑行為をしないなどの自主規制ルールを作成し、水上バイクを取り扱っている近隣のマリン事業者の協力も得て、水上バイクによる迷惑行為に対する取り組みを始めたところでございます。こうした中で議員も、お触れになりましたが、取り組みを行う中で宮津湾や訓田湾周辺の住民からも水上バイクに対する苦情の声が届いております。これについては京都府さんにも状況は伝えてございます。今後につきましては、天の橋立て海面利用対策協議会における今年度の取り組みを研修する中で、まずこの自主規制ルールをしっかりと普及する、啓発する、皆さんに浸透していくということを前提に、この自主規制ルールのエリアの拡大も含めて、協議会で検討を行うこととしております。また京都府のへの働きかけということでございますが、京都府に対しましては、令和3年度の、京都府予算要望の中で、宮津市域における水上バイク対策についての条例制定について、関係 部局へ、要望活動を行ったところであります。以上でございます。
横川秀也さん。はい、ありがとうございます。今ご説明いただきました。確かに京都府には、京都府遊泳者およびプレジャーボートの事故の防止等に関する条例というのがあります。この条例のですね、第9条に、知事が標識を設置している遊泳区域に船舶の類を侵入させる行為の禁止というのがありますが、ここでのポイントは遊泳区域です。遊泳区域として指定されているのは、つまり指定海水浴場であり、海水浴場として指定されていない海岸は、取り締まれない。この点でこの知事が標識を設置という部分は、遊泳区域外にあっても設置できるものでしょうか。できるのであればなぜ知事に要請しないのでしょうか。もし遊泳区域外に設置できないのであれば、市としてより厳格な規制を引く必要があると思いますが、その点はいかがでしょうか。長浜産業経済部長。はい、基本的には、先ほど述べました条例の中で、いわゆる海水浴場の設置の項目もございますといった中で、言って以前は海水浴場としての汎用的な使い方がございましたが、今は条例に基づいて一定区域を設定し、監視員の置き安全対策を講じながら海水浴場を設置するということでございますといった中で、それ以外の場所についても先ほど申しましたように危険行為、生命に危険が及ぼすような状況があれば当然今でも罰則規定ございますし、警察海上保安署等にも、通報させていただいて、取り締まるということでございます。ただ原則としてそれ以外の区域については基本的にはそういった危険、直接的な危険行為がなければ基本的には海面の重要使用という中で、水上バイクだから取り締まる、人がいたから、乗れないということは現時点では難しいと思っております。といった中でまずは橋立区域内での自主ルールを先ほど申しましたが徹底し、それが、実効性をあるものにする。でまたそういう状況を見ながら、京都さん、近隣しましても連携しながら、その先に、条例制定ということもあろうかと思いますので、そういったことも検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。横川秀也さん。はい、ありがとうございます。これは先の3月定例会でも申し上げたところにもつながるんですけども、毅然とした態度を示さなければ観光都市として大成することはできないと思います。再度申し上げますが、そもそも権利や自由は義務を果たした上にあるものです。環境保全やマナーの低い、意識の低いマナーに対して意識の低い人たち、特にですね、市外から来られる程度の低い観光客は地元住民の方々から見れば残念ながら迷惑と言わざるを得ません。これはまさに観光被害です。今まではですね、観光客を増やそう、観光消費額を上げようといったいわゆる観光に頼った経済発展を目指す政策の一択だったわけですが、以前にも申し上げましたように、その程度の意識では世界の誰も興味を示しません。世界の人々はまず環境保全やマナーといった部分にとても敏感です。マナーの悪い客しか来ないような店には同じようなレベルの人間が集まります。客層の良い店にはそういった高い意識の良いお客様が集われます。それと同じではないでしょうか。住んでいる人が不快であると同時に、一般常識のあるほぼ大多数の観光客の方々にとってもそのようなマナーの悪い客は不愉快なものです。つまりですね、本当の意味で宮津を真の観光地、世界に誇れる場所にしようと思ったら、そのような行為を決して許さないといった強い意志が必要です。
宮津市民が高い意識を持ち、環境やマナーについては日本で一番うるさい町くらいのことを目指さなければならないと思います。またですね、こういったことに毅然とした態度でものを言えないような気概のない町に若者が誇りを持てるでしょうか。一度都会に出て行った若者が帰ってきたいと思うでしょうか。若者がこの町を出ていく理由は田舎だから不便だからそれだけでしょうか。目先の利益にとらわれず、この町を本当の意味で世界に発信できるものまで押し上げる、世界に誇れる宮津というものを目指すことによって、人は魅力を感じ、そしてふるさとに誇りを持てるのだと思います。とにもかくにも第一は地元住民の安心と安全、これ以上に大切なものはないと考えます。最後に市長の思い、そして今後のお考えをお聞かせください。池崎市長。私から横川議員のご質問に答弁をさせていただきます。答弁の前にですね、基本的に私の、考え方を2つほどちょっと述べさせていただきたいなと思ってございます。まず海岸のゴミの問題でございます。海岸のゴミにつきましては、確かに来訪者の方々から出るゴミというのも当然ございますが、やはり漂着ゴミというのもございます。ですので、一概にこの財源について来訪者から求めるということにつきましては、私はどうかなというふうに思ってまして、このことに関しましては、やはりこういった財源につきましては、国がしっかりと責任を持つべきというふうに考えております。それが1点でございます。また2点目でございます。私は日本は法治国家ですので、法と条例と規則によりまして成り立っておりますが、やはり一番尊重すべきは私は憲法だというふうに思ってございます。その中でそういった観点で申しますと、個人の自由という価値を権力が制限をするということに関しましては、慎重にこれは取り扱っていかなければならないというふうに考えております。まずこの2点を申し上げまして答弁をさせていただきたいというふうに思います。観光を基軸、そして観光を入り口とした地域経済の発展、これを考えていく上では、積極的に来訪者を受け入れていく、そういう方向性そのものは、今後においても進めていくべきものであるというふうに考えております。一方で、受け入れ先の地域にご迷惑がかかることが、こういったことは避けなければならず、共存共栄ができる、そういった関係が望ましいというふうに思ってございます。議員のご指摘は基本的にマナー、モラルの問題でございます。私は人の心の問題につきまして、罰則により規制をするのではなく、自発的にマナーを守っていただくようにしていきたいですし、そう思ってもらえるような持続可能な観光地、そして世界に誇れる観光地、これを今後も目指していきたいというふうに思っております。以上でございます。彦川秀也さん。はい、はい、ありがとうございます。市長のご意見、憲法、個人の自由を侵さないというのが原則であるというのは、分かっておるんですけども、この先ほど申し上げられました地域に迷惑をかけない人のマナーの部分について、やはり、実際ですね、このそうは言っても地元住民の方々で非常に困っておられる方が多い、そして、なんとかしてほしいというふうに皆さん考えておられる中で、やはり市として、府に対して国に対して、いろいろな方法でやっぱり改善策を考えていく、また先ほど申し上げたように、その確かに海面利用の自由はありますけども、それはあくまで決まりを守った上でのことであって、例えば対岸から垂直に300メートル以内はもう必ず5キロ未満で走ってくださいよであるとか、そういうことを、もちろん京都府の条例の中であろうかとは思いますけども、それならそれでやはり海上保安署、警察と連携してですね、やはり徹底的に取り締まる部分は取り締まる、
こんな言い方は悪いかもしれませんけど、宮津市、舐められてますよ本当に。まあ、あそこ行ったらもう自由できますよというような形でですね、どんどん来られます。来られて当然そこで、消費も発生しますし、観光として、観光客がそうやって来ていただくことが、全くゼロではないんですけども、にしてもやはり地元の住民の方々が困っておられるという状況はやはり、有識問題であって、そのことについては、真剣に今後考えていただきたいなと思っております。どうかですね、この宮津の豊かな海海岸が環境保全と安全の両面から健全な形で維持できるように、今後もご尽力をいただきますことを強く要望いたしまして、今回の私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。